はい、こんにちは、総合監督と申します。ウイニングレブン2021マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。さあ、今回ですけれどもね、2021年1月7日木曜日にやってくる週刊 FB ガチ予想をやっていきたいと思います。早速行きましょう。ナンバー11、セルジオ・オリベイラ。対象の試合ですけれども、ポルト VS スイレンセ。3対0でポルトが勝利しております。そこで1ゴール1アシストの活躍でした。今回唯一欧州5大リーグ以外からの選出となりました。まあ、過去にもね、FB 登場したこともあるので、まあ、非常に来やすいんじゃないかなというふうには思います。まあ、失礼ですけれどもね、もう失礼ですけれども、演出でポルトガルに飛びたくないなというね、思いだけは持っております。すいません。はい、ということで今週のナンバー11、セルジオ・オリベイラ。ナンバー10、フィル・フォーデン。対象の試合ですけれども、チェルシー VS マンチェスターシティ、1対3でマンチェスターシティが勝利しております。そこで1ゴール1アシストの活躍でした。まあ、チェルシーとのビッグマッチをね、まなんなく制したマンチェスターシティから誰か選ばれるんじゃないかなというふうには思ってます。まあ、一番可能性が高いなと思ったのがね、まあ、ピンときたのは一番最初はね、やっぱりデブライネなんですけれども、今回ね、もうクラブセレクションに搭載済みなんですよね。なので、その2番手、3番手であるフォーデン、そしてですね、もう一人、ギュンドーアン、どっちかが来そうだなということで、まあ、将来性を買って、まあ、僕のね、まあ、期待としてはフォーデンの方がいいなということで、フォーデンを選びました。まあ、この選手非常にね、人気も高い選手です。やっぱ若い選手なんでね、上限レベルも非常に高いです。育成枠としてかなり優秀なんじゃないかなと思います。ということで今週のナンバー10、フィル・フォーデン。ナンバー9、キーラン・ティアニー。対象の試合ですけれども、ウェストン・ブロムイッチ VS アーセナル。0対4でアーセナルが勝利しております。そこで1ゴール1アシストの活躍でした。左サイドを切り裂き、右足で巻くように決めた。ついに、まあ、調子上がってきたアーセナルから、もう今回はね、選ばれるんじゃないかなと思ってますけれども、もうこのティアニーは結構僕の中では頭角級に熱いんじゃないかなと。今回ね、まあ、今週はこのティアニーが来るんじゃないかなというふうには思ってます。はい、まあ、ラカセットもね、ちょっと捨てがたかったんですけれども、まあ、ラカセットよりもやっぱりティアニーかな。今週で言えばもうティアニーかなという感じがします。ということでナンバー9、キーラン・ティアニー。ナンバー8、ピオトル・ジェリニスキー。対象の試合ですけれども、カリアリ VS ナポリ、1対4でナポリが勝利しております。そこで2ゴールを挙げる活躍でした。まあ、怪我人などが属しているらしいね、ナポリなんですけれども、ちょっと苦しい台所事情ですよね。まあ、2ゴールはね、今週の中盤の選手は一番の活躍ではないでしょうか。まあ、使ってる人少ないけど実は強いんですよ、この選手ね。はい、プレイヤースキル1個空いてますが、なんか潰されそうな気しますね、これね。はい、ということで今週のナンバー8、ピオトル・ジェリニスキー。ナンバー7、アーロン・ワンビサカ。対象の試合ですけれども、マンチェスター・ユナイテッド VS アストン・ビラ、2対1でマンチェスター・ユナイテッド勝利してます。そこで1アシストを上げる活躍でした。まあ、ここに来て順位を上げてきたマンチェスター・ユナイテッド、気がつけば現在第2位、ほんまかよって感じですよね。もう本当に序盤つまずきまくってね、スールシャール監督、いつ解任されるのみたいなね、話になってましたけれども、まあもうなんか結構安泰みたいなね、ところありますよね。名将の仲間入り、それちょっと言い過ぎかな。はい。まあ僕もそろそろね、この超有能右サイドバックのワンビサが欲しいんですよね。なんといっても、いや、守備的サイドバックでありながら、この高い能力値もうめっちゃ欲しいです。はい、もう今度こそ獲得しようと思ってます。ただね、問題は来るかどうかですね。はい、ということで今週のナンバー7、アーロン・ワンビサカ。ナンバー6、マルコ・アセンシオ。対象の試合ですけれども、レアルマドリー VS セルタ、2対0でレアルマドリーが勝利しております。そこで1ゴール1アシストの活躍でした。ルーカス・バスケスのお膳立てを豪快に引き目切りました。はい、まあバスケスもね、1ゴール1アシストでね、もうこっち来てもおかしくないんですけれども、まあ、僕の個人的な期待はこうやっぱこっちのね、マルコ・アセンシオなんですよね。まあ、バスケスには非常に助けられてることも知ってるんですけれどもね、やっぱりウィーでどっち使うかって言ったらどう考えてもアセンシオなんです。はい、すいません。まあね、FP できたらぜひとも使ってみたいということでね、クラブセレクション来た時外しちゃったんで、今度こそ当てたいなと思ってます。はい、ちょっとね、間取り引きが過ぎるかなって感じもね、ありますけれどもね、はい、ぜひとも来てほしい。スーパーサブついてるんで、まあ、皆さん的にも結構ね、いいんじゃないかなと思います。ということで今週のナンバー6、マルコ・アセンシオ。ナンバー5、トビー・アルデル・バイレルト。対象の試合ですけれども、トッテナム VS リーズ、3対0で、トッテナムが勝利しております。そこで1ゴール上げる活躍でした。コーナーキックからニアに飛び込みゴールをゲット。今回はケイン・ソンを差し置いての搭載かということでね、まあただね、クラブセレクションにやっぱりね、ケインも、ソン・フミもね、どっちもね搭載されてるんでね、まあ、どっちかというとやっぱアルデル・バイレルトの可能性の方が高いんじゃないかなと思います。正直使いやすいとはね、ちょっと言い難いっていうのがね、ちょっと問題なんですよね。スピード値がかなり低いんですよ。なんとかしてやってください、コナミさん。ということでね、今週のナンバー5、トビー・アルデル・バイデルト。
ナンバー4、ヨズア・キミヒ。対象の試合ですけれども、バイエルン・ミュンヘン VS マインツ、5対2でバイエルンが勝利してます。そこで1ゴール1アシストの活躍でした。2点を先行される厳しい展開も5点取って力を見せつけましたね。ただね、もうここね、キミヒ来るか。まあ正直、レバー、ジューレもね、非常に姿勢が高いんですね。僕の中でもこれ誰が来てもおかしくないなというふうに思ってるんですけれども、なんだろう、まあ今後の、全体的なちょっとね、まあバランス取るという意味で僕はね、このキミヒにしちゃいました。なので、ちょっとね、1個なんかボタンの掛け違いがあると、なんかすごい外しそうだなって今週ね、心配してるんですけれどもね。はい。まあただね、キミヒ、非常に強い選手なんでね、ぜひともゲットしたい。いつもいいか総合値88になってる、知らなかった。ナンバー4じゃなくて、もうちょっと上の方が良かったかな。ということで、今週のナンバー4、キミヒ。ナンバー3、ジャンルイジ・ドンナルマ。対象の試合ですけれども、ベネデント VS、ミラン。0対2でミランが勝利しています。そこでね、25本中、5本の枠内シュート、すべてシャットアウト無失点で勝利ですね。はい。まあ、このね、ゴールキーパーでね、こんだけの活躍したら、やっぱりね、もう、ほぼ確実に搭載されると思います。まあ、今回はもう、ドンナルンマで決定じゃないかなと、はい、ゴールキーパーね、思います。今作最強ゴールキーパーと名高いんでね、まあ、ここ皆さんもぜひともゲットしたいところじゃないでしょうか。まあ、調子はね、もうほぼほぼ硬いと思います。なので、僕はドンナルンマすでに持ってるんでね、来週が非常に楽しみです。ということで、今週のナンバー3、ジャンルイジ・ドンナルンマ。ナンバー2、ラウタロ・マルティネス。対象の試合ですけれども、インテル VS クロトーネ、6対2でインテルが勝利しております。そこで3ゴールハットトリックを上げる大活躍でした。もうね、ファンの間からもここはね、非常に人気が高いので、まあ、ウィリアムファンの方もね、結構ね、この選手搭載されることを願ってるんじゃないでしょうか。まあ、1個ね、スキル空いてるんですけれども、多分ここ埋められるんじゃないかなと思います。スパサブつけないようにね。つけないようにというか、まあ、つかないようにかな。うん、つけれないように。はい。まあ、来週のライブアップでね、まあ、インテルの選手は結構期待できそうだなというふうには思います。ということで今週のナンバー2、ラウタロ・マルティネス。今週のナンバー1はポルト、クリスティアーノ・ロナウド、ユベントス。はい、ということで今週のナンバー1、クリスティアーノ・ロナウド。対象の試合ですけれども、ユベントス VS ウディネーゼ、4対1で、ユベントスが勝利しております。そこで2ゴール1アシストの活躍でした。2021年もいきなりの大暴れ。レバかロナウドか、まあ、どっちか来るんじゃないかなというふうにはね、まあ、パッと見思ったんですけれども、僕が選んだのはロナウドでございます。はい。まあ、もうユベントスからね、誰か選ぼうと思ったら、ロナウド以外ちょっと今週はね、ありえないなと思いました。はい。でキエザもちょっとね、あるかなと思ったんですけれどもね、本当にこの辺がね、ちょっとボタンの掛け違いで、なんかどんどん、ユベントスからはキエザ、レバンドフスキーがバイエルンからやってきてという感じでね、ちょっとボタンの掛け違いでどんどん外していっちゃったかなみたいな心配ではあったんですけれどもね、やっぱ決断はしないといけませんから、こちら今回はね、まあ、ロナウドを選ばせていただきました。今作ちょっとロナウド来すぎだかなっていう感じもあるんですけれどもね。はい。まあアプリの方なんかは特にね、メッシ選んだ人、なんだアイコニックのね、メッシ選んだ人はね、まあ、ロナウド持ってない人もね、多いと思うんでね、まあ、この機会にね、ぜひとも獲得していきたいなというふうに思います。はい。ということでね、今週のナンバーワン、クリスティアーノ・ロナウド。はい、ということでいかがだったでしょうか。以上が僕選んだ11人でございます。ちなみになんですけれどもね、すでにね、まあ、速報予想の方はね、動画上がっております。今回僕が選んだ11人の他にもね、名前結構上げてますのでね、そちらの方もね、まあ、下の方の概要欄の方にね、貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。ということでね、久しぶりの週刊 FP ガチャが、木曜日にやってくるのでね、まあ、皆さんでね、ぜひ完璧してましょう。ということで今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。